はい、ナナナです。今回、恒例となってきた、浦和レッズマッチレビューですね。4月18日、ACL グループステージの第2節、サントン戦のレビューをやっていきたいと思います。結果としては5対0ですね。今回自分ですね、ちょっと仕事の都合でリアルタイムで見れなくて、まあ、次の日の朝にでも情報封鎖してみようかなと思ったんですけど、見事にね、スマホの画面にですね、結果が映り込んでしまって、まあ結果知った後で、試合を90分見たという形になっているので、まあその点も考慮して聞いていただければなと思います。はい。まずね、結果5対0ということでね、完勝ですね。で、まあね、第一戦でね、テグがね、7点取った相手に5点なのっていう話もあるのかもしれないんですけど、まあここに関しては、まあ一番ね、点が取りやすいっていうのって、まあ相手が中途半端なことかなと。そういう意味では、今回は、結構相手が割り切って下がっていたので、チャンスは増えるけど、大チャンスはなかなか生まれにくい状況かなと。なぜなら常に、相手の選手がゴールとの間にいるからっていう部分で、まあ、なかなかね、綺麗に崩してっていう点っていうのは生まれにくい形ではあったんだけど、ただね、それが悪かったかっていうとそんなことはなくて、しっかりとそういう状況を90分続けると、点っていうのはどんどん入っていくよねっていう形で、1点目ね、こぼれ球を秋元が押し込んだんだけど、ああやってペナルティエリアにどんどん侵入して、際どい状況を作っていけば、いつかこぼれ球は、まあ味方選手の方に流れてくるし、2点目のね、秋元がファールされた部分に関しても、攻めていくことで相手の集中力とかが欠如して、ああいう安易なファールにつながって PK になりますよ、と。で、どんどん攻めていくことで、セカンドボールとかに対してマークもずれていくっていう部分で生まれたのが3点目ですね。コーナーキックからの切り替えが遅れて、まあフリーで大久保がセンタリング上げて、フリーで岩波が返して、シャルクが飛び込むっていう形で、ここはね、ほんと綺麗に決まったかなと思います。で、直接フリーキックもね、まあ、PK に限らず、押し込んでいくことで、ああいった高めの位置で、フリーキックを蹴る数っていうのは増えるので、もちろん得点チャンスも上がる。で、最後ね、ミドルを安井が決めてくれましたけど、ミドルシュートもね、ああいった引いてきた相手に対してどんどん打っていけば、もちろん綺麗に入ることもあれば、ああやってリフレクションがあって入ることもあるということで、しっかりと押し込んで、相手を、ゴールに釘付けしたことによって得られた5点なのかなと思うので、そこに関しては非常に高い評価ができるかなと思います。はい。で、今回ね、新加入のシャルクがね、後半45分間出たということで、シャルクについてちょっと話していきたいと思います。シャルクに関してはね、ちょっと今回ね、前世紀のあの選手のような働きに期待ということで、ちょっとね、動きが被るような選手が昔いたような気がしたので、そこについて話していきたいと思います。でね、その選手というのは武藤勇樹で、15年、16年ですかね、2年連続2桁得点を取っていた時は、ワンタッチゴーラーとして、なぜかそこに武藤がいるっていう形で、どんどん得点を量産していったんだけど、今の、浦和レッズにおいて、ユンカーに関してはね、点が取りたくて取りたくてしょうがない人なんですけど、それ以外の人でもう点を取るために、厳しいとこに入っていく選手って実はあんまりいないのかなって感じてたんだけど、シャルクはそこに非常に期待ができるのかなと。特にユンカーはボールをくれよっていうタイプの選手で、まあね、俺を見て、俺の動きに合わせてボールをくれよっていう選手なんですけど、シャルクに関しては、ボールが来そうなところにエネルギーを持って入っていけるっていう選手かなと思います。3点目のね、岩波の折り返しを詰めた部分に関しても、大久保のクロスがファーに行った時点でのターンが非常に速くて、で、ここに来るだろうなっていうディフェンスラインとの間に飛び込むって形で、多分岩波もシャルクが見えてたっていうよりは、あそこに誰か飛び込んでくれよっていう感じで折り返したのかなと思うんですけど、そこに対してエネルギーを持って突っ込んでいって得点をするってことができたっていう部分だよね。本当そういう動きをする選手がいることで、もちろん、シャルク自体が点を取ることもあるし、そこに入ってきたことによってこぼれたボールとかを他の選手がもっと決定的な形で決めることとかもできると思うので、そういうね、一か八かじゃないですけど、無駄走りというか、得点に向けて何度も何度も繰り返しチャレンジできる選手が、
今回入ったのかなってことでは非常に期待をしております。今回ね、結果をした上で、ゲームを見たって形で、ちょっと掲示板とかもチラチラ覗いてしまっていた部分があったんですけど、まあ、関根、大久保、柴田あたりに関してはね、厳しい評価が多かったのかなと思うんだけど、今回の試合に関しては、ドリブラーや、まあ、柴田みたいなクラッシャータイプのボランチとしては、まあ、酷な展開だったのかなと。うん。関根とか大久保も仕掛けて多少なりとも相手、対面の相手を外せてたとは思うんだけど、あんだけ相手が下がってると、一人抜いたところでもう一人が寄ってくるって形で、なかなか決定的な形にはなりにくいと。まあ、その中でも関根はかなりダゾーンのね、ハイライトとかでも頻繁にクロスを上げてチャンスを作る部分に顔を出していたし、大久保自身も何気に2得点に絡んでいると。ね、1点目のね、関根とのワンツーで、関根にヒールで流した部分とかも、あそこまで逆サイドまで入ってって、ヒールでチャンスを作るっていう部分は、非常に良かったプレーだと思うし、3点目のシャルクのシュートも、正確な、ファーサイドへのクロスができていたので、まあ、評価できるところはちゃんとあるのかなと思います。柴戸に関してもね、そもそも守備の機会が少なかったんですけど、カウンターの目をつむってことはできてたし、前線に顔を出してね、シュートは入らないんですけど、まあ、そこに顔を出して、攻撃に絡んでいこうっていう部分では、まあ、今伊藤敦樹が強みとして出せてる部分に対して、自分もチャレンジしていこうっていうような、ね、意気込みは見えたので、良かったのかなと思います。まあでも今ね、サポーターのね、選手に期待することと、まあ、選手がしっかりできていて、評価されるべきことっていう部分に乖離があるのかなと思うので、まあね、サポーター目線としてはしょうがないんですけど、ね、できなかったプレーとかに目を向けるだけじゃなくて、ああ、このプレーに関しては良かったよね、みたいな。前向きなね、評価も、ね、まあ、甘い評価をしててもしょうがないんだけど、できてることはできてるとして認めてあげることができればいいのかなと思います。はい。ということでね、次がね、大事な第3戦、4戦ってことで、テグとの戦いになるんですけど、テグがライオンにね、まさかの 3-0 で完敗するっていう形で、この試合もね、ハイライトでしか見てないんだけど、まあ、押し込んでて、カウンターで食らったってよりは、結構、なんかライオンのチャンスがすげえ多かったかなと思うので、まあ、テグもね、もしかしたらターンオーバーとかした中での、うまくいかなかった部分なのかなと思うんですけど、次の第3戦に勝利するとね、ほぼほぼ、1位通過がね、見えてくるという部分に関してはですね、第3戦しっかり戦力を集結させて、勝利をつかみ取ってほしいと思います。はい、ということで今回ここまでとなります。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が楽しかったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ナナラでした。